アアニメリクター前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回やっていくのはヒプノシスマイクのリアクションやっていこうと思います。今回はドラマトラックを聞いていきます。えー、傷跡が絆となるより、えー、フリングポステインク聞いていこうと思います。 はい。というわけで、やっていこうと思います。えー、傷キ傷の、こう、ドラパーを追っているわけなんですけれども、前回はね、もうね、こう、リーダーたちが和解して、もうなんかもうほっこりして、幸せやなっていうような感じで、もうなんかやっぱりラムダとね、ジャクライ先生とか、なんかラムダ周りのいざこざとかもみんな理解してくれて、なんかこう、困った時、ラムダが困った時はみんな助けてくれそうな雰囲気があって、とてもとてもいい中で、ほのぼのさんがね、すごい不穏な動きを見せていたりとか、まあちょっと目が離せない、耳が離せない、 ないですね。本当に目じゃなくて耳で楽しんでいるわけなので、はい、まあそんな感じで耳が離せないドラッパーだったなっていうところで、今回はね、えー、フリングポステインクということなので、多分優勝したポステの後日談みたいなものが描写されるのかな、はい、まあ、ドッポちゃんはね確かあのお金をなくしてたと思うので、ダイスはお金を使ってしまうのかどうなのかいろいろと注目していきたいなという風に思います。はい、というわけで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。傷あとが絆となるよりドラマトラックフリングポステインク よーいアクションそれではやっていきましょうよーいスタートさてあお邪魔しますどうぞどうぞさあおパーティーかいいね はは。<laughs> ダイスお菓子好きそうだね。てか、もう食事として取ってないか、これ。<laughs> そうね。幸せだね。いいよね。 最高で最高まあねそうなんだよなそれなんだよな飴がね飴工場作れないのかなこれインクってカンパニーみたいなもんだよね おぉおちょっと響いてるぞ、心に。まあ、そうか。オッケー。いいねえ。止まっ、やめとけ。あ、で、会社を起こすのか。 蕎麦を作ろうぜとか、シンプルに、は、あの <laughs>、この世界だとギャンブルは違法じゃないのかそう、うんね。うん。そうなの <laughs> ああ、また汚い体になっていくんだろう ?3500 万。ああ、お互いに500万ずつなんだ。 おおファッションデザイナーだもんね。まあ、そうね。ほんとにおかんみたいな存在だな。うん。絶対ギャンブルだろう。おあ確かに。僕もエフフォーリアにバイトの貯金をぶち込んだら、もうくなりました。ふふ。 夢はなくなるものだぞ。考えておけ。夢は破れる可能性があるということを考えておいた方がいい。<laughs> 案の定ょう、逆境を貫いてるなぁ。ダイスは。お。<laughs> そうね。そうね。 さあさあさあ。まあまあまあ。また借金されても困るしな。ん飛ばお,お競馬場。熱いよな、競馬場。初めて行くと。<laughs> やばすぎだろ三連単三連単に三千万 圧倒的に多いぞ。三 <laughs> 連服でもきついぞ。うん。うん。うん。やばいな。ちょっと、ちょっと、ちょっと待って。ちょっと想像の数倍逆強だったんだけど。ちょっと、ダイスくん、取り戻せない誰だダイちゃんああ、知り合い 台 <laughs> やめとけほんとにやめとけマジでやめとけちょっと心配になるマジでダイスは将来が何だ何だダイちゃん っちゃってね友達またワイドさんまぁそうね遊びだぞギャンブルはやめとけ <laughs> おおねもぎ取られますねあ いやもう、心配になる、マジで。でも、三連単に三千万かけるって、ちょっと常人の感性じゃないこの子は。うん。なら、単勝にしなよ。でも、単勝に三千万突っ込むと、オッズ下がるんだよな。めちゃくちゃ。いや、ちょっと待って、ダイスが心配すぎる。 そうなんだ。いや。そうね。いやー。配当が高いのに入れてんのか。3連単なら300円でもひりつけるぞ、十分。あ、やべえダメ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 見とけ見とけ見とけ、買うぞ、絶対買っちゃうちょ、ちょ、 やばいやばい。不安だ、不安。<laughs> この子、破滅しちゃう。かわいそう。ちょ、待ってもうこ、こんなの聞いたらさ、乙女さんの胃に穴が開くぞ、マジで。胃に穴が開くどころか、胃、胃がなくなる。これ、やばいなぁ。当たっ、当たっちゃうと止まんなくなっちゃうんだよな、そんで。さて。 745? はは、<laughs> やっぱりそうなんだ。うーん。難しいよ。あ、当たった嘘だろ <laughs> あ。え、マジで 副賞穴馬えっ副賞ならワンチャンあるぞ。当たった三3000万が何倍副賞3倍って大,大穴馬だぞ。大穴でもないか。 三倍になったのかすげえな <laughs> すごいな <laughs> これでね、みんなね、あの、競馬初心者みんな副賞で買えば当たると思ってしまうわけですよね。そう考えて僕は北三ブラックに副賞2万を突っ込んで全部失ったわけなんだけど。うん。あの人どうしたんだ五代さん。外れたの ヒップがいいね一1億当たったんだもんな。当たった瞬間、この馬券で1億だって思うと、震えるよな。はい。ラムダ・アメルラあ、僕、黄色財前です。すいません。いいね、いいね。なんか、すごい仲良くなってるよ。さあ。 酒は効くな。一勝負し終わった後の酒はマジでうまい。なんで元気ないのどうした負けたわけじゃないのかうん。ああ、そうなんだ。落ち込んではいるんだね。もうそうね。揚げになるかもしれない。揚げ、揚げ、エイブリーデイ。 いつも、そうね。金がないとき、常になさそうだけど。うん。<laughs> 本当だよな。借金エンペラー。総理の息子がこれだからな。な <laughs> んなんだろう。会社融資とか借金。 ワーおジャストラムダとダイスの中国七千万はやばいな。一生帰らない。な <laughs>、子供と、子供とおかん、おとん。それはもう、か自暴自棄にはなるわな。 繊維工場ああ。 まるまる渡したのわーお。こういうことできる人偉いよね。おー、ガンチク。ガンチクなる言葉。そうね、7000万残っちゃってるわけで。 それ、それはやめよう、それはやめよう、それはやめよう。うん。うん。 金も、あれもないしなおで会社を作るんだ私たちが買いますこの3人でうん繊維工場だからちょうどいいねおおいいじゃんいいじゃん OK, ーーよー、いいじゃんみ、<laughs> すごいね。だから任せるってことね。うわぁ。五代さんにとってはもう、 カミカル。本当よね。人と人は結ばれていくね。繊維のようです。まあ、助かるならね。で、ウリングポッセリ。おー優しいね。 でもこれはダイスが繋いだ縁だからな。本当に不思議な魅力があるよな、ダイスには。返さないと分かっててもお金を貸しちゃうのはそういうことなんだろうな。やっぱりダイスの魅力だったりするんだろうな。おぉ。なるほど。おぉ、そうね。 インク、オッケー。素晴らしい、素晴らしい。これで動きやすくもなったしね。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、素晴らしいいいなこの、なんかさ、やっぱりさ、俺、俺というか僕というか、思うんですけど、いやーいいですね。 ホッセのさ、ドラッパって、安心するんだよな、なんかこう見てて。 なんか心温まるんだよね。やっぱりなんか、なんかドッポちゃんとかあの、マテンロとか他のドラッパーもいいんだけど、僕はやっぱりポッセを推しているという部分もあってか、ポッセのドラッパーが一番なんか落ち着くし、特にさ、ここまでのポッセのあれって結構シリアス色が強かったから、こう三人で仲良くね、なんかこういろんなことをやろうやろうっていう、これからのこと考えようっていうことをこう考えてるのを見るだけで、すごい安心するというか、この子たちは大丈夫だ。まだまだ未来へ生きていけるっていう風に思えて、 すごいいいいいいなっていうふうに思いますねーいやー、ダイスはすごいね、うん、<laughs> いねやでもなんか総理大臣の息子って感じはするよな。やっぱりそういうなんか乙女さんの持ってるカリスマ性なりなんなりをこう引き継いでるんだろうな。だからこそやっぱりああやって人が寄ってくるわけですよね。素晴らしいなーいいですねまあ <laughs>、副将に3000万突っ込むというかなりヤバめなー <laughs> 男ではあったわけなんだけど、いや、もう、マジで怖いな、本当に、この男は。ただ、いつするかだよ、本当に。マジで。よかった、よかった。でも、なんか、正しい使い道でしっかりこの正気を使えたのは良かったですね。うーん、いや、震えるわな、マジで。なかなか素晴らしい。いや、でも、繊維工場買い取って、フリングポスとしてね、また動きやすくなったわけだからね。三人の拠点というものが新しく大きく出来上がったわけで。 いやー素晴らしいなというふうに思いますね。なんか、もうこれ以上のないくらいぴったりっていう感じで素晴らしかったな。あとはもう本当にダイスにね、こう、あの、会社の金を持ち逃げされないで、あの、会社の金でギャンブルしないようにね、しっかり注意で監視役を置いとくべきなんじゃないかなというふうに <laughs> 思っている感じなんですけどね。ああ、いいなーなんか、より一層強くなったね。でもなんか、前はなんか、 こう一緒にいて仲間だけどなんかやっぱりそれぞれバラバラでやっぱり遊び仲間っていう雰囲気があったけどやっぱりこうさらに大枠でなんか会社として一人固まった一つなんか三人の共有資産っていうものができたことでさらにねこうグッと熱くなっていくんじゃないかなというふうに思います和の強さがねいやー素晴らしいないやいいな優勝してよかった本当にマジでああ 本当に良かった。まだまだね、問題はまだ消えてないわけですよね。でも、雨問題とかいろいろとね、まあなんか、いろいろとありますけれどもね。こっから先、どうなっていくのか。本当に五代さんにとってはね、これ以上ないくらいですよ。本当に。やっぱりネームバリューのあるラムダがいるし、やっぱりこう、繊維工場として、フリングポステという名前をね、ヤゴを使わせてもらえるわけだからね。いやー、本当にラッキーですね。いちゃんにいろいろと奢っていて良かったですね、五代さんはね。はい。いやー、素晴らしいな。でもやっぱりそういうとこなんだよな、ダイスの魅力って。 っていうのはなんか自分のために金を使うけどやっぱりその金に止めをつけないところっていうのはやっぱりいいですよねうんなんか自分の身銭であろうがなんだろうが人のためにこう使えるよう1億円手に入れたけど 僕だったらだって1000万は残して9000万上げるぐらいにしちゃうかもしんないし、なんなら見て見ぬふりしちゃうかもしんない。うん。少しでいいから足しにしてくれって言って、まあ、もう本当に半分、もう言っても半分あげるかなぐらい。だけど、やっぱり全額あげられるっていうのはね、やっぱり魅力だよな。なんかこのダイスの人間性だよな。こういうとこが嫌いになれないんだよな。本当に。不安になる。ギャン境すぎて不安になるんだけど。うん。乙女さんが聞いたら失神するんじゃないかっていうレベルのドラパだったけど、 いやーやっぱりいいですねこのダイスの魅力だったりゲンタロウの魅力だったりね。 いいななんかでもやっぱり家族になってるよな。やっぱりバッターステンプルよりも家族してんじゃないかっていう風に思うよな。うん。息子がラムダ、お父さんがダイス、お母さんが家計簿を握るお母さんがゲンタロウみたいな感じで。いやぁ、とてもとても楽しかったなという風に思います。はい。とてもとてもハッピーでした。いやーここで一旦ドラッパー止まるわけだよね。次回どんなドラッパーが待ってるのか、本当にワクワクしていきたいなっていう風に思います。どうなんだろうね。そろそろ、やっぱりこの大阪、名古屋、 が2枚目出て、そこら辺でまたドラッパーがあったりなかったりするのかな？っていう風に思いますので、そこら辺もね。色々と楽しみにしながら、これからの服の質マイクを追っていこうと思います。ソロ曲巡りもね。もう本当にあの限定の cd とかもね。ちょっとまだまだちょっと手に入ってないんだけど、買ってね。この何事の波等のドラッパーとかも色々聞いていきたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。何かコメントあればください。いや、ダイスーとか源太郎とかラムだとかポステ最高とか色々コメントお待ちしておりますね。ね 私も、その会社に入れて、僕も入れてください。そんな風にね、僕も思ってしまいます。僕もね、仕事に困ったら、フリングポスインクに入りたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ヒプノシスマイク、傷跡が絆となるより、ドラマトラック、フリングポスインクでした。バイバイ。